今までとは全くスタイリングの違う前に広がったフラットな静かに佇んでるものから147インチの大画面が壁面に浮かび上がると驚きを生むっていうとんでもないようなもの、それを作ったな。難易度の高い制振技術っていうものをもう惜しみなく投入したっていうところ、ここがかなりのチャレンジでしたね。生活動線を妨げない、影にならない、眩しくない、これを実現するための超短焦点技術、没入感のある世界を実現するための高画質技術であります 4K 技術ですね。その映像体験というのがこう半端じゃなく響いてくるんですよね。その響いてきたものをいかにデザインでこう阻害しないか、映像と人間の大きさの中間のオブジェクトってじゃあどれぐらいなのか、もうあらゆる機能というのを徹底的に見せなくする、モジュール化してこう連結していけるような形にすることで一つで完結できる世界、空間だったり壁を意識した白、従来のこう AV 機器ではない柔らかな存在、一方ではアルミを全面だけこう取り出したように見せて、そこだけしっかりと素材感が見える、かつその床面を少し反射させて、まあ、ほのかに映り込まして存在をできるだけ溶け込ませるっていう、こう相反する要素をこう成立させるための手法を取りました。 4K で超短焦点で、まあ、レーザー光源を使っているっていうその技術の組み合わせで成立してるんですよ。近くから映す技術っていうのはすごく難しいんですよ。映像の美しさっていうのを感じてもらわなきゃいけないので、今回のレンズは限界だろうっていうところにチャレンジして、次元が違うレベルで設計しています。今まで常識的にプロジェクターはランプを交換するものだという側面があったんですけども、レーザーダイオードを採用することによって交換しなくても使っていただける、技術的なチャレンジっていう意味でもハードルが高いもの、エンジニアとしてのプライドというか、それを持ってる人が集まって出来上がった。見るっていうものではなくて、自分がそこにいる、自分の目の前にあるというような存在を感じるもの、見るから感じるっていうところが究極な体験だと思ってます。ぜひそういった体験を皆さんが感じられるように提供できたらなとは思ってます。